1桁違った。ちょ、これ下手すぎん。おーないー。あ、また早く帰っちゃった。黄色ピンク。はい。え？え？ああ、びっくりした。一瞬なんか、夏井先生が一瞬なんか、死んでそうな、え、死んでるってか。え、死んでるじゃないですか、これ。死んでる。うわ、どうやら。光り方おかしかった。あこのオッチェ、一番やる気ほんまやった。え、嘘？え？どこ？死んでる。え、どこで現地浮いてるんで先言っときます。現キッチン一人で湧いて、完成して終わりました。僕も言ってるんで言います。僕は貨物室一人分けです。以上です。宿舎前が、はい、あ、どうぞ、先ごめんなさい。トウヤ浮き位置でエンジン脇入れ1人。浮き位置多いね。いや、待って待って待って。トウヤさんがエンジン。宿舎前がアルマ、サクヤさん、エロちゃんかな。と僕です。先端さんもいました。先端さんもいました。で、僕が最後ですね。はしごを登ったの。できられたのか。絶対無理っていうのが、宿舎組無理ですよね。もう。待って、誰だいと、エロちゃんさん、先端さんと、先端オラフ、エロちゃん、アルマ、サクヤ。昨夜さんといろいろと僕はボタン前にいます。とりあえず、うん、僕は最初でキングボスに行ってます。ゾニキさんは何でしたっけ？あ、メインホール脇でエンジン宿舎前って言ったところで誰と待っていません。これはやばいな。多いな、浮き。でもまあ、オラフ君も無理なんじゃないですか？あれ、オラフ君って脇見られてました？枠でもどう？先端さんが僕見せて前に行ったんで、先端さんが見えてなかった僕。まあ、脇位置的に、ゾニキさんとオラフ君の二郎じゃない限りは、オラフ君白ですね。ああ、まあ、そうですね。発生位置がもうエンジンしかないので。東山さん、エレジーさん、ゲンが。僕、宿舎が。そうそうそう。だから宿舎だから、オラフ君宿舎だからってこと。ゾニキさんも。ああ、オッケーです、オッケーです。絞れんやんけ。え、絞れてます。え、なんかゲームエレジー、トーヤゾニキの。の中に一郎さんいらっしゃるんでしょ。え、ゾニキさんとオラフさんの二郎ケースを弾けるのであれば、トーヤさんとエレジーさんとゲームでよくないですか、うん、いや、多分ゾニキさんとの二郎は。ゾニキさんメイン脇でしょ。多分ゾニキ。ドニキさんからオラフさんの白は出せるけど、オラフさんからドニキさん白は出せないってことですよね、多分。あ、そうです。そうです。あ、なるほど。了解です。ドニキさんは知らない、見てないんで。そうだから4択なのか。4択はさすがにちょっと。まあ、死んだ人が悪いよね、これはね。ボタンの近くにいれば死なずに済んだからね。諸説あるからね。諸説ないね、これね。死んだ人悪いね。普通に、ボタン近く分けば絶対死ないのに。でボタンを押すっていうのはそこもメリットがあるからな。ボタンを押すことにデメリットはないですからね。ボタンを押そうとすることに対してもデメリットないですからね。離れたら余計容疑者増えるからね。それはまた今度でしょう。んーしゅ、おわ、なんだこいつ、激コアなんだが、黄緑水色黒、緑水色黒、遠回りしよう。死んじゃうかな。あ、大通り行った方がいいか。アルマさんが死んでる。これ LG さんかなと思います。え、待って待って、なんで通信室で、僕が、アルマさんが直してるの見えてました。その後武器庫の方面行きました。でその後、LG さんとエンジンルームあたりで左に行くのすれ違って、その後また戻ってきてメインぐらいですれ違ってるので、え、すいません、行動が僕、どうぞ。僕ないだと、はい、僕一応言いますけど、僕が多分エンジンかメインの左ぐらいのところで、コミサボが直る。で、一応誰が直したか見に行く。で、中誰もいなくて、まあ、酒井さんと通じ合って、死んでないなって言って帰ってくる。で、その後すぐに右に行って、だいぶ右の方でも人を連れ違ってるんですけど。アルマさん、僕、武器庫で見た気がします。あ、見てるんですね。コミサボの後ですかね、それって。僕も見ました。あと。あ、じゃあ無理じゃないですか。じゃあ僕無理です。厳しいですね。トーヤさんとゲンが 100% 無理って主張しておきます。アーカイブでご一緒しています。エロちゃんも無理です。
あとゾニキさんも薄いと思ってます、はい、あそうですね、はい、トーヤ君、ヒロちゃん、ゾニキ読み、オラフ君かな、うん、そうですね、僕がキーチなんか、オラフ君が左側に行って、かつ僕が、はい、展望デッキでタスクしてたんですけど、はい、でキッチンのドア閉まってて、オラフ君は混みになってたのに上のドア開けずにこっちに来て殺されると思いました。でもキルしてないじゃないですか。できなかったでしょ。いやいやいや、僕がキルあの時溜まってますよ。あ、溜まってました。実際実際溜まってますよ。あ、溜まってたんだ。ちょっと別件なんですけど、すいません、はい、ヌーンにこのターン乗られた方います？乗ってないです。あ、よろしかった。これもう僕確定になっちゃってます。他絶対さっきの LG さんのその証明をしてくれる人はどなたかいますか？ LG さんを見た人、拓也さんが。でも最後に、でも他の人は白取れます？ LG さん以外の人はお互いに。だったらもう僕一本ずれで止めてほしいんですけど、まあ、それかも LG さんとローラーで、うーん、まあ一応僕はスキップ入れて。記憶が鮮明なうちに初日ヌーンに乗った方おられませんか？初日は乗ってないですけど、今乗りました俺。右側に来ました、左から。なるほど、わかりました。めちゃんこ怪しかったな。ナイボです。ね、はい。ナイボじゃないのか。ん、死んだ。あ、ナイボか。死んだ。死んだ。ありがとうございます。はい。です、です。さっきの話、親服一本釣りするか、LG さんまで行くかっていう話なんですけど、僕目線結構 LG さん濃いかなと思ってて。なんか、俺目線なんでっつって、俺そもそもアルマさん見てないから、なんでそう来るのかわからないです。まあ、それ証明できない。LG さんのその、なんか右に行ってることを誰か証明してくれるみたいな主張じゃなかったでしたっけ？シャワー室ぐらいではもう会ってて、いや、多分あれですね。だけどアーカイブとシャワーでもちょっと誰だっけな。トーヤさんじゃないですか。あ、トーヤさんとか、あとエロちゃんさんも多分いましたよね。俺はアーカイブの中にいました、ね。あ、それエリさんだ。最後その辺に行ったから、はいはいはい、そってるはずで。見てないですか。通信サボ直った後に、誰もさっさ行きました。僕右行きました。で、そのメインから来る、レイさん見ました。で、武器庫ら辺下行って、またすぐなんか戻ってくる。ヨーグル側に戻っていったので、なんか動きが、そもそも僕武器庫に行っていないので、それは絶対に間違いで、はい、僕は改めて言うと通信室の中を確認した後すぐに右に行って、しかも先端さんとあれですよね、ありました、トラフさんがその後あったんですよね。だから僕絶対無理だと思うんですけど、そこにも武器の中にいたんですね。じゃあ、あと先端さんの容疑って晴れてないですよね。晴れてないですよ。そう、だからトラフ君がなんかよく分かんないですね、はい、で自分で止めてくれとか言ってるのかがよく分かんない。うん、それもなんか分かんなくて、色を追ってほしかったのか、止め、止めたいから、俺とのローラーをしに行こうとしてるのかみたいな逆理論で、うん、やけどアーカイブでエロちゃん以外に誰か見たんですよ。でちょっとエレジさん、それ、いや、うん、その後です、その後です、うん、その後あった。はい、ゲイさんはミーティングまで行ってるじゃないですか、はい、本当に最後の方でもう一人見てて、エロちゃん以外に。だから多分それが俺だと思うんですよね。俺、ミーティングじゃないか、ごめんなさい。アーカイブまで行ったらマジです。本当です。アーカイブは俺の記憶が新しければ最後3人で、俺と東屋さんとエレジーさんの3人でした。なんかタオルタスクの2人で、うん。であればエレジーさん無理ですよね、やっぱり。あ、であればセンターさん。だったらローラ大将、そうですね。それならセンターさんぐらいじゃないですか。って感じですね。うん。俺は福君から全く僕の話が出てないんで、僕目線はなんかよくわかんないですね。ちょぼ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 、まあ、じゃあタスクしよう。死んでもいいから。ピンク、青、黄、
飛び立ちちゃった。これ下手すぎん。あれこの辺助けなかったっけ。めっちゃナイスボタン。ずーっとバイタン見てました。あ、そうそう、いたいた。なんか2人ぐらいいましたよね。いや、4人いましたね、最終的に。そうっすね。特にありません。マフ君の主張をどう考えますか、皆さん。なんか、マフ君がエリティさん、まあ一応エリティさんのことは一応疑ってたと思うんですけど、他の可能性もちょっと無限大だから、あの、自分、は釣られた方がいいみたいな主張だったら分かるんですけど、僕に全く容疑を向けなかったんですよね。何なのかよく分かんない。確かに、オラフ君目線センターさんですもんね。僕も随分あり得るのに。二郎ケースぐらいですかね。そう、だからそうそうそう。二郎、僕とも二郎か、まあ僕目線だとなんか、LG 様でローラされたくないからシンプルに言ったのか、もしくは LG さんと二郎とか僕と二郎を追わせたかったのかみたいな。容疑者位置の中に、ローラー対象になりやすい位置の中に相方がいたっていう。そうそうそう。だから、シンプルに止めてほしいのか、それを逆に読んで、そう、釣らせようとしてるのか、釣らせようとしてるのか。タンズリを回避したいのかっていう感じ。先端さんの白出してさっきの日はできないんでしたっけ？できないです。僕、キッチンにいるんで。でもなんか、あれなんですよね。その、ただ、あの、先端さんが黒だった場合って、いや、アルマさんいたよって話しないと思うんですよね、僕目線だと。あれだったら僕、うん、あ、昨夜さんからの方が多分出てますよ。アルマさんの話は一応。あ、じゃなくてその、昨夜さんの、誰だっけ？オラフ君だっけ？オラフ君か。オラフ君からです。だから、その、何も言わなければ、俺が釣られるじゃないですか。その、昨夜さんの情報の話で。でそこでじゃあ出すのかなっていうのはちょっと思うかな。オラフ君のはどう思いますか、皆さん。白だと思いますか、黒だと思いますか。いや黒、うん、はい、黒かな。俺も黒だと思ってます。まあペース的にもまあ遠山目線半々なんですけど、ここで1キルも起きてないからなんか釣れてんのかなって思いました。同じくそっちの要素からありました。完全同意です。給油、これ給油か。ちゅうないのか。ちゅう給油、給油ちゅう給油、給油、給油死んでもいいから助けろ、容疑者だから。はい、はい、診察室の、どう言ったらいいかな、電気室と診察室の間のドアがあるじゃないですか。あれで仕切られてて、診察室入ってすぐのところにお肉がありました。でドア開けて、開ける状態でもドアとくっついてるぐらいの位置にお肉がありました。今コミュニケーションまで到達してる人いますよね、誰か。エロちゃんとゾニキですね。はいはい。エロちゃんゾニキさん。トウヤがエンジン左のドアを開けるところで、左2つのドアが開いてるのを見てますっていう状況です、うん、右で浮いてる方が殺してると思いますね。私電気室であのレバーを下げるタスクをずっと一人でやってました。 LG メインなんで、まあ、浮いてはいますね。僕貨物シャワーまで行ってます。シャワー近いっす。釣らなくていいと思うんですけどね。うん、一郎ならまあ
ちなみにするんだったら、ね、多分縄2枚を2本使ってそのもう決め打つ、こことここがに絶対黒がいるっていうローラーが多分丸いと思ってて、そうそう、飛びそば今直ってないから、まあ連続でボタンを押すことは可能な盤面だと思います。それだと初手キルがあのオラフ君、サクヤさん、センターさんの3容疑者で2人死んでるので、センターさん釣れば確実に初手キルのは落ちるんじゃないですか。そうですね、初手キル2キル目か、まあ、はい、釣りますか、ボタン一応押せますよ。センターさん LG さんまで落とせばほぼ勝てると勝手に思ってるんですけど、違うのかな。ああ、また相方もいてたんですよね。まあ任せます。ただ俺も言えることなんですけど、確か源さんって初日浮いてませんでしたっけ。そうですね、夏目さんが死んだ時は確か初日は僕と源さん容疑者なんですよね。そっか、私まで容疑者に入っちゃうとちょっと皆さん的にはコスパ悪いで、初日浮いてるのは東野も浮いてます。あ、東野さんがそうか、まあ、今回はドニキさんもっていう話。そうか、だって客観視、すいません、客観視私のセルフもあるんで。ああ、そっか、ちょっとすいません、今の提案は撤回します。スキップの方がいいと思いました。はい、あ、俺か。殺すか。僕が入れました。あ、了解です。スカート1個です。はい。俺は1個あります。ジンブです。あ、タスク終わりましたということで。終わりました。ナイスです。トウヤあと2個です。現アップロードが残ってます。それで終わりです。あと2個です。配線だったかどうかって感じ、いけそうですけどね、タスクがだいぶ進行なさそうですけど、だいぶ昨日の復習みたいになるんですけど、まあ客観視私のセルフも皆さん目線もいると思うし、初期も私浮いてるんで、はい、僕がいいしないですよね、多分私以外って言ったら、うん、いや今決めちゃうと僕センターさん源さんで、2人のつって1人の残りを引いちゃうと負けちゃうからってことですよね、うん、多分そうで勝ったらそれは万万歳なんですけど、ゲームが続いた時やばいなと思って。そうそう、誰を疑ってますか皆さん。まあ、多分僕とエリジさんと、まあかなり時点で源さんって感じだと思いますけど、うん、それぞれ誰を疑ってるか、うんまあ、トウヤ初手切る容疑者合わせて先端さん、あ、釣るなら先端さんだと思ってます。 で時点で、まあ、エレジンさんかなぐらいですか、ね、はい、はい、一緒です。他の方は、私はなんかオラフ君がエレジンさんとのドラを避けたような感じにも見えるかな、うん、そうなんですよね、だからそれが俺が分かんなくて。ロちゃんはどんな感じですか。俺も同じですね、ゾリキさんと。あ、ゾリキさん、自分の白要素を上げるとしたら、さっきのボタンが相当白かったことぐらいですかね。まあなんかその場面戻したかったんでちょっと言われちゃったらあれなんですけど、カメラどっちか見るとかがいいかなと思ったんですけど、どっち見てほしいですか。エリーさんタスク終わってるんでしたっけ。終わってないんでしたっけ。僕あと配線とあと1個ちょっとあります、ね、あ、じゃあ僕がカメラ貼っついておきますね。はい、お願いします。申し訳ない、なんかあるかな。大丈夫だと思いますけど、うん、ほぼ同一ですね、うん、さっきセンターさんって言いましたけど、うん、そうですね、オラフさんはエレジーさんとのローラーを反対したように見るっていうゾニキさんの意見は結構私にはそうなんですよね、うん、センターさんの方ではないから、そうですよね、うん、そうですね、あの2キル、あと3キル目かなの話だけで見るとセンターさん、エレジーさんは同じ濃さです。どうやら、うん、ですよね、初日差ですよね。観光の瞬間を見るぜ。ミイラ取りがミイラになるパターンある。茶色、行かないとやばくね、これ。大丈夫か。
え、やばくない？普通に4人になっちゃわない？ちょっと待って、いくよ。あの歌か、店員さんここいない方がいいんじゃないか。まあ、死体発見とタスク終わった報告のレポートです。はい。死体発見は昇降機左でお肉になってて、で、昇降機直したのがゾニキさんなので、その後の犯行です。なるほど。右直したの僕です。なるほど。で、ヌーンは左にあります。ケント、センターさんはフェアマンです。なんでキンさん、直しに行かないんだと思って焦っちゃったけど、4人で直すのは結構大変だから、リアクター。なるほど。エレジさんで。なるほど。特に言い残すことはありません。うん、シンプルに、ほら、嫌がったって感じか。それです。いやー、2人、カメラに2人いるのアドミに確認して終わったって感じした。そっち行くのかったかな。でも6人だからロールで終わっちゃうじゃないですか。やらかしちゃった。ナイスファイトナイスファイトすいません、本当に。なんかミュートゲー。雑にはちょっと申し訳ない。いや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 。ミュートゲー聞こえてましたな、つめ先生。いや、聞こえなかった。聞いてないです。あ、聞こえなかったです。あ、本当に。あ、じゃあ、はい。思いっきり、ルラしてーって声が入ってそう、叫んでた。いやー、めっちゃ面白かったな。叫んでるんですか、申し訳ない。貨物で。センターさんとかは大丈夫、聞こえてなかったですか？聞こえなかった。なんか叫んでるの聞こえたけど、何言ってるのか分からない。あ、じゃあよかったです。なんかハイソンレベルかと思ったんですけど。そう、申し訳ないって思った。よかった。やられちなみに、死んだ場所は金庫でした。はい。貨物の。連打してました。キロボタンの金庫でした。ギリギリ間に合った。まあ初手でそこ行きゃし、もう一番の自殺名所じゃん。初手でそこ行くのやばすぎでしょ。あ、でも終わりそうだったんですか、タスクが。終わりそうだったし、あの、金庫は嫌いだから先にやっときたい。最初の準備で終わったくとね、もう貨物わからなくてすいますもんね。そうだよ。たまいっす。ごめんなさい。そうなの？最終回雑に殺しちゃってごめんなさい。あれ、ボタンってそんななかったでしたっけ？ゲンさんとセンタンさんの方行くべきだったのかな、さっきの最後の6人番目。まあ、ボタンも。でもタスクが結構あれだったんで。あ、そう。申し訳ない。オラフさんが多分俺のこと守ってくれたけど、俺があそこ多分釣られに行くべきだったんですよね。あの初任式の容疑者を見たから。オラフさん白で行くべきだったのかなと思って申し訳なかったです。いや、全然そんなことないですよ。何も考えてなかったです。大丈夫、そんな気にしないでください。酒屋さんのに乗っかれなかったかもしれない。もうインポスターお互い引きすぎて、もう3回早かったと思う。今日3回ペアだったんで、多分今日インポスター5回ぐらい引きましたね。多分ペアはやば、そうなんだ。ペア3回 LG。ペア3回はやばい、ね。しかも俺、アルマさんとトウヤさんとも組んでるんで、今日インポスター5回引きました、俺。やばい。変わってるのに。え、オランクも4回ぐらいじゃない？僕も4回ぐらい引いてます。僕と、あとセンターさんとの勝利会ですもんね、オランクさんは。そうですね。いやー、1回ぐらいオランクさんとかしたかった、申し訳ねえ。大丈夫です。またリベンジさせてください。またやりましょう。